東郷温泉の位置東郷温泉の位置東郷温泉は、鳥取県東白郡百合浜町にある温泉。昭和初期には、鳥取県内で、第二の集客力を持つ温泉地だった。急潜出表記では、硫酸沿線となる。東郷温泉がある、松崎駅前では、水平距離で350メートルほどの狭いエリア内で、基盤となる。 河口岩層が深さ300メートルほどの谷を作っている。谷をソロク川火災岩層と呼ばれる、歴岩層が埋め、さらに鉱石層、沖石層がその上にある。温泉の熱源は、河口岩層の余熱と考えられており、河口岩層、ソロク川火災岩層、鉱石層のそれぞれから温泉源が見つかっている。東合湖畔に大規模な多目的温泉保養施設の、 ユアシス統合流方角があり、その西隣に日本最大の中国庭園め町園がある。ユアシス統合流方角の東に旅館街があって、昭和時代まで多数の旅館が営業していた。現在は洋上館、水明層の2軒が営業している。東郷湖の中央部の湖底からも温泉が湧き出しており、湯気が湖面に立ち込めることもある。2箇所に 足湯が設けられており、誰でも利用することができる。東郷ハワイ臨海公園の足湯では、湯の一般販売が行われており、噴水では持参した卵でゆで卵を作ることができる。東郷湖畔公園にも足湯があり、温泉卵コーナーも設けられている。近年は、漫画家の小島勲や青山豪商マ丸太のほか2006年に、ツバメ、長演で、テレビドラマ、 最有機のロケが行われたため、主演の香取リ・吾をはじめとする多くの出演者が、登入している。鳥取県が入党税から算出した調査によれば、2000年の入党客数は、年間約5万8千人を数えたが、2017年には、約2万7千人に減少している。なお、1999年以前は、各自治体からの報告値をもとに、 来客数を推計していたが、それに従うと、東郷温泉の来場者のピークは昭和40年代後半から昭和50年にかけてで、毎年35万人以上が訪れていたとされる。かつては、レイクホテル東郷という大阪資本の巨大ホテルがあり、サンインズイーチの規模で話題を集めたが、経営不振1980年代後半に前者が、 倒産、2000年頃に校舎が倒産。長らく廃墟となり、当時の温泉地の映画を象徴する存在であったが、現在は解体され現存していない。1749年の文書で温泉の存在が言及されている。当時は固定に竹筒を差し込み竹取いで取り寄する方法が取られており、1843年には、上浅津村の住人が、鳥取藩に、 組み上げの許可を得たほか、安政期には、腰痛対策として用いられていたことを示す文書が残されている。近代では、1868年頃に温泉の利用が始まり、1872年に、龍湯島に浴槽が設けられた。地元の豪農が、東郷川の河口の砂岩の湖畔に源泉を開発し、洋上館という別荘を建て、村民に開放したが、 1884年に養生館は旅館業を営むようになった。明治末期には山陰本線の開通と松崎駅の開業によって年間1万人の客を集めるようになり統合温泉として定着した。養生館には昭和初期に滋賀直屋が訪れ短編鳥取に養生館が登場する。養生館は現在も 温泉旅館として営業している。大正初期には周辺で温泉屈作ブームが起きた。同時期には、田山片井の日本一周など旅行所が相次いで刊行されて日本国内旅行人気が高まり学術調査も行われて対象後期には松崎駅に近い東郷川の岩で摂取46度の新しい温泉源が見つかった。これを受けて旅館が 新たに続々と誕生した。これらの新しい旅館は、松崎温泉を名乗り、間もなく、東郷温泉と松崎温泉の名前が、文献に載るようになった。松崎温泉が誕生してから間もなく、東郷温泉と松崎温泉で組合を設立し、東郷温泉、松崎温泉組合と名乗った。1939年の、日本温泉体感によれば、 当時の年間宿泊客数は、旅館全7軒合わせて、約6万2000人で、鳥取県内では、三笹温泉に次ぐ2位だった。松崎駅や松崎温泉がある東郷川右岸の、湖畔の狭いエリアは、江戸時代には交通と軍事の要衝として、松崎塾を形成し、明治になってからも、松崎村として独立した、自治体だった。一方、東郷温泉をはじめ周囲は、 小村が合併して、東郷村を形成していた。1951年に、松崎村と、東郷村が合併して、東郷松崎町となり、さらに2年後に、近隣の村を合併して、東郷町となった。これ以来、温泉の名称は、東郷温泉に一本化されるようになった。明治から昭和にかけて、温泉を訪れた有名人は多く、政界からは、 大隈茂信、後藤新平、尾崎幸雄、下村海南、文壇からは前述の田山家帯、志賀直也のほか、小泉役も、幾田春月、高田露伴などが訪れたとされている。出展では単に、明治初年。明治1年は、西暦では1868年1月25日から1869年2月10日に、 相当するので、1868年か1869年の、どちらかということになる。松崎村と、東郷村、その他周辺の村との合併は、昭和初期から懸案になっており、県による圧戦も行われたが、統合後の名称で東郷村と、松崎村の双方が譲らず、実現してこなかった。ありがとうございます。